2022年、いよいよ今年もドラフト会議の日が近づいてきました。複数球団から指名されるドラフト1位の目玉選手に多くの注目が集まりますが、プロ野球選手は入ってからが本当の勝負です。そんな世界でドラフト最下位で入団しながら大化けした選手が存在します。そこで今回は最下位指名からスターダムを駆け上がった選手を7人ピックアップして紹介していきます。それでは早速1人目、工藤公康。現役時代にリーグ優勝14回、日本一11回という球史に残る活躍を見せた優勝請負人ですが、工藤はドラフト最下位で西武に入団しています。といっても工藤の場合は少し事情が異なりました。ドラフト時、工藤は各球団から高い評価を受けていたものの、高校卒業後は就職を希望し、プロ入り拒否を宣言。そのためどの球団も指名を回避しましたが、西武は最下位で工藤を強行指名し、説得の末プロ入りに道を開いたのでした。すると工藤は1年目から27試合に登板し、プロ初勝利を記録すると、4年目の85年シーズンに防御率 2.76 で最優秀防御率のタイトルを獲得。さらに翌86年は11勝を挙げ、初の2桁勝利を記録すると、87年には15勝4敗、勝率7割8分9厘、防御率 2.41 で最高勝率と最優秀防御率のタイトルに輝きました。その後も球界を代表する投手として君臨した工藤は、93年、99年とリーグ MVP を受賞し、通算224勝という輝かしい成績を残したのでした。続いて2人目、福浦和也。習志野高校時代、エースで4番として活躍した福浦は、ドラフト会議において指名がなければ社会人で野球を続ける進路を考えていたといいます。そんな中で迎えた93年のドラフト会議、福浦はチーム最下位となる7位でロッテから指名され入団。チーム最下位はもちろん、このドラフト会議の最終指名でもありました。プロには投手として入団しますが、肩の故障もあり打者に転向。その後入団4年目の97年まで一軍出場がなかったものの、その年の夏から徐々に頭角を現し一軍に定着します。すると翌98年にはレギュラーの座をつかみ、打率2割8分4厘をマーク。そして2001年シーズンには小笠原道大と首位打者争いを演じます。9月14日時点で福浦の打率は3割2分6厘、小笠原は3割4分4厘と差をつけられていましたが、ここからシーズン終了まで55打数27安打、打率4割9分1厘と打ちまくり、最終的に打率3割4分6厘で首位打者を獲得しました。そしてここから安打製造機としての実力を発揮した福浦は、2001年から2006年まで6年連続打率3割を達成。そして2018年には2000本安打を達成しました。続いて3人目、畠山和弘。畠山は2000年のドラフト会議において5位ではありますが、チーム最下位での指名でヤクルトに入団します。プロ2年目の2002年シーズン、イースタンリーグでホームラン19本、打点56でホームランと打点の2冠を獲得しますが、なかなか1軍では成績を残せずにいました。その中で2008年4月に1軍昇格を果たすと、5月から4番に座り、自身初の規定打席に到達。そして打率2割7分9厘、ホームラン9本、打点58をマーク。その後外国人選手の加入などもあり出場機会が減りましたが、2014年に打率3割1分、ホームラン17本、打点79。そして2015年には打点105で打点王に輝き、チームのリーグ優勝に大きく貢献しました。続いて4人目、宮崎敏郎。日本文理大学時代、2度の首位打者、3度の MVP に輝いた宮崎でしたが、就職活動では10社以上から採用を見送られます。その中でセガサミーから、ショートはできますかという質問に対して、できますと嘘を答え、なんとか入社。そしてセガサミーで勝負強い打撃を見せ続けた宮崎は、2012年のドラフト会議において DeNA からチーム最下位となる6位で指名を受け入団します。プロ入り後、非凡な打撃センスを見せ一軍出場の機会を得ますが、守備に不安があり、なかなかレギュラー定着とはなりませんでした。それでも4年目の2016年から徐々に出場機会を増やすと、2017年には打率3割2分3厘で首位打者を獲得。
翌2018年も打率3割1分8厘、ホームラン28本、打点71の好成績を残し、以降も3割を超えるハイアベレージを記録するなど、DeNA に欠かせない選手として活躍を見せています。続いて5人目、佐野啓太。広陵高校時代、甲子園出場の夢が叶わず、明治大学に進学した佐野は、大学では主に4番ファーストを任されます。在学中、リーグ戦で3割以上の打率をマークするなど、安定した成績を残していましたが、タイトルを獲得することはありませんでした。そんな中で迎えた2016年のドラフト会議において、DeNA から9位で指名を受け、プロ野球人生を歩み始めます。チーム最下位での指名ではありましたが、1年目の春季キャンプから1軍に帯同。そしてラミレスをはじめ、首脳陣から打撃を高く評価され、開幕1軍を勝ち取り、この年は主に代打で起用されました。その後、2020年、筒香の移籍に伴い、チームの主将を任されると同時に4番に抜擢されます。するとこの年は8月に打率3割4分3厘、ホームラン6本、打点22で月間 MVP を受賞するなど活躍を見せ、最終的に打率3割2分8厘で首位打者を獲得しました。そして今でも球界を代表するリーディングヒッターとして活躍を見せています。続いて6人目、戸郷翔征。聖心ウルスラ高校時代、エースとして活躍した戸郷は、3年の8月に行われた侍ジャパンアンダー18代表の壮行試合において、宮崎選抜の2番手で登板。するとこの試合で5回3分の1を投げ、9奪三振を記録し、プロからの評価が高まります。そして2018年のドラフト会議において、巨人から6位指名を受け入団。すると1年目の2019年シーズン、チームのリーグ優勝のかかった大一番で初登板という異例のデビューを果たします。そんな1年目から期待を大きく受けた戸郷は、翌2020年に9勝6敗、防御率 2.76 の好成績をマーク。そして2022年シーズンはここまでリーグトップタイの12勝を記録しています。最後に7人目、岩崎優。国士舘大学を卒業後、2013年のドラフト会議で阪神から6位で指名を受けた岩崎は、1年目から1軍入りを果たし5勝をマーク。その後先発としてはなかなか結果を出せなかったものの、2017年に中継ぎに転向すると一気に成績を伸ばします。2017年は66試合に登板し、4勝1敗、防御率 2.39 の好成績を残すと、2019年は48試合の登板で3勝0敗、防御率 1.01。 その後2021年シーズンに62試合に登板するなど、阪神のブルペンに欠かせない選手として活躍を見せ、2022年はシーズン途中から守護神を任されるまでになりました。以上でドラフト最下位指名ながら大化けした選手7人の紹介は終了です。2022年シーズン、ドラフト最下位ながら覚醒し始めている選手といえば阪神の湯浅でしょう。今後ドラフト最下位の選手がどんな活躍を見せてくれるのかにも注目してプロ野球を見ていきましょう。それでは今回の動画がいいと思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。